5月9日、火曜日、晴れ。今日も学校を休む。大事な日なんだから仕方がない。夕べは夢ばかり見ていた。着物の上に襦袢を着た夢を見た。あべこべである。変な形であった。不吉な夢であった。幸先が悪いと思った。今日はでも、近頃にないいいお天気だった。 9時に起きて、ゆっくり風呂へ入って、11時半に出発した。今日は兄さんは門口まで見送ってこない。もう大丈夫だと決めてしまっているらしい。斎藤氏のところへ出かけるときには、兄さんは僕以上に緊張し、気をもんでくれたのに、今日はまるでのんびりしていた。試験よりも斎藤氏の方が大問題だと思っているのかしら。兄さんには、 学校の入学試験でも何でも、どうも試験を甘く見すぎる傾向がある。入学試験に落ちた浮き目を見たことがないからかもしれない。でも兄さんがもう大丈夫と僕のことを楽天的に考えているときに、僕が見事落ちたら、その辛さ、間の悪さは格別だ。もう少し僕のことを危ぶんでくれてもいいと思う。僕はまた落ちるかもしれないのだ。 出発の時間が早すぎた。新富町の研究所はすぐに分かった。アパートの3階である。到着したのは正午少し過ぎである。ちょっと様子を探ってみようと思って、ドアをノックしてみたが返答はない。誰もいないらしい。諦めて外へ出た。陽春。額に汗がにじみ出る。冷たいものを飲みたくなって、 昭和通りの小さい食堂へ入ってソーダ水を飲んで、それからついでにライスカレーを食べた。別にお腹が空いていたわけではなかったが、なんだか不安で食べずにはいられなかったのだ。お腹がいっぱいになったら頭もぼんやりしてきて、苛立たしい気持ちも少し収まった。そこを出てブラブラ歌舞伎座の前まで行って、絵看板を見て、さて、それからまた新富町の研究所へ引き返した。 それこそ一時ジャストである。僕はアパートの階段を登った。来ている。来ている。二十人くらい。でもまあ、なんて正気のない顔をした奴ばかりなんだろう。学生が五人。女が三人。ひでえ女だ。永遠にいとこベッド一役だ。他はみんな、生活に疲れた顔をした背広姿の三十前後の人たちである。 全然芸術に縁のないような表情の番頭さんみたいな死従男もいる。不思議な気がした。みんな神妙に節目になって、廊下の壁に寄りかかり、立ったりしゃがんだりして、時々ひそひそ話を交わしたりしている。暗い気がした。ここは廃山者の来るところではないかと思った。 自分までなんだか惨めになったような気持ちがしてくるのである。この人たちが今日の僕の競争相手なのかと思ったら、うんざりした。戦わずして闘志を失った感じであった。僕が試験官だったら、一別してみんな落第だ。僕は自分の今朝までのあの興奮と緊張等を思い出し、むしゃくしゃしてきた。馬鹿にして嫌がると思ったのだ。 やがて事務所から中年の夫人が出てきて、番号札をお渡しいたします、と言ったが、その声には聞き覚えがあった。一週間前に電話で問い合わせた時に、明瞭な発音で、午後一時ジャスト、などと言って教えたあの女性の声であった。本当に綺麗な声だったので、女優さんじゃないかと思っていたのだが、女は声だけではわからぬものだ。 茶色のダブダブしたジャケツを着て、女優さんどころか。いや、言うまい。何もその人が、私は美人だと自負してもいないのに、その人の顔のことなど、とやかく批評するのは罪悪だ。とにかく、四十くらいの婆さんであった。お名前を呼びますから、お返事を願います。僕は三番目だった。着ていない人も随分あった。 40人くらいの名前を呼んだのだが、出席者は約その半数である。それでは、一番のお方、どうぞ。いよいよ始まるのだ。一番は、女の人であった。ばあさんに連れられて、しょんぼり中へ入っていった。正気のないことおびただしい。研究所の内部は二部屋に分かれているらしい。一つは事務所で、 その奥が稽古場になっているようだ。試験はその稽古場で行われる様子である。聞こえる。聞こえる。擬曲の朗読だ。閉めた。桜の園だ。なんて間がいいんでしょう。前から僕は桜の園の朗読は得意だったし、昨夜もちょっと練習したじゃないか。もう大丈夫。どこからでも来い。と勇気100倍だったが、 それにしてもあの女の人の朗読はなんて下手くそなんだろう。一本調子の棒読みだ。ところどころつまづいて読み直したりしている。あれじゃ落第だ。大落第だ。おかしくなって一人でくすくす笑ったが、他の人たちはニコリともせず、眠るがんがごとくぼんやりしている。二番のお方、どうぞ。もう一番の人が済んだのかしら。早いな。 筆記試験はないのかしら。この次は僕だ。さすがに足が震えてきた。なんだか病院にいるような気がしてきた。これから大手術を受けなければならぬ。看護婦さんの呼びに来るのを待っている。お便所に行きたくなってきた。急いでお便所に行く。お便所から帰ってきたら。3番のお方、どうぞ。はい。 と思わず右手を高く上げた。事務所は狭苦しく、しかも殺風景で、こんなところからあのカモメ座の華やかなプランが生まれるのかと考えが深かった。一番と二番はほとんど同時に終わったらしく、一緒に廊下へ出て行った。僕は事務所のばあさんの机の前に立って、簡単な質問を受けた。ばあさんは椅子に浅くちょこんと腰を下ろして、机の上の写真と、 僕の顔をちらと見比べ、おいくつですかと言った。ちょっと侮辱を感じたので、履歴書に書いてなかったと反問したら、急に老狽の様子で、ええ、でも、と言って机の上に広げてあった僕の履歴書を前小ゴミになって調べた。銀眼らしい。17です。と言ったら、ほっとしたように顔を上げて、父兄の承諾は、 確かですね。この質問も不愉快だった。もちろんです。と少し怒って答えた。試験官でもないのに、いらないことばかり言いやがる。こんな機会を捉えて、こっそり試験官の真似をして、ちょっと威張ってみたかったのだろう。では、どうぞ。臨室に通された。ガヤガヤ騒いでいたのに、僕が入っていったら、ピタリと話をやめて、 五人の男が一斉に顔を上げて僕を見た。五人の男が一列に、こちら向きに並んで腰掛けている。テーブルは三つ。みんな写真で見覚えのある顔だった。真ん中に座っている太った男は、最近めっきり流行してきた劇作家兼演出家の横沢太郎氏に違いない。あとの四人は俳優らしい。入り口でもじもじしていたら、横沢氏は大きい声で。 こっちへ来いよと下品な口調で言って。今度は多少優秀かな他の試験官たちはにやりと笑った。部屋全体の雰囲気が不潔で過当な感じであった。学校はどこだそんなに威張らなくてもいいじゃないか。R 大です。歳はなんぼ嫌になるね。17です。 お父さんの許しを得たかまるで罪人扱いだ。ムカッとしてきた。お父さんはいませんよ。亡くなられたのですか俳優の上杉晋介氏らしい人が、そばから鳥なし顔に優しく僕に尋ねる。承諾書に書いてあったはずです。仏頂ずらして答えてやった。これが試験か あきれるばかりだ。気骨両々だね。横沢氏はニヤニヤ笑って、見どころあり、がね。演技部ですか文芸部ですか上杉氏が鉛筆でご自分の顎を軽く叩きながら尋ねる。何ですかよくわからなかった。役者になるのか横沢氏はまたバカ声を出して。 脚本家になるのかどっちだ役者です。即座に答えた。しからば尋ねる。本気か冗談かわけがわからない。どうして横沢氏はこんなに柄が悪いんだろう。人相だって良くないし、服装だって和服の着流しでだらしがない。日本で有数の文化的な劇団、カモメ座の、これが指導者なのかと思うとがっかりする。きっとお酒ばかり飲んでちっとも勉強していないのだろう。 下唇をぐっと突き出して、しばらく考えてから、やおらご質問。役者の使命は何か愚問なり、驚いた、危うく失笑しかけた。まるでデタラメの質問である。質問者の頭の空っぽなことを余すところなく露呈している。点で答えようがないのである。それは人間がどんな使命を持って生まれたか、というような質問と同じことで、 まことしやかな偽りの返答は、いくらでも言えるのですが、僕はその使命はまだわかりませんと答えたいのです。妙なことを言うね。横沢氏は鈍感な人である。軽い口調でそう言って、シガレットケースからタバコを取り出し、一本口に加えて、マッチないかと隣の上杉氏からマッチを借り、タバコに点火してから、 役者の使命はね、外に向かっては民衆の強化、うちにおいては集団生活の模範的実践、そうじゃないかね。僕は呆れた。落第した方がむしろ名誉だと思った。それは役者に限らず、強化団体の人なら誰でも心がけていなければならぬことで、だから僕がさっき言ったように、そんな立派そうな抽象的な言葉は本当にいくらでも言えるんです。そうしてそれはみんな嘘です。 そうかね。横沢氏はケロリとしている。あまりの無神経に僕は横沢氏をちょっと好きになったくらいであった。そういう考え方も面白いね。めちゃめちゃだ。朗読をお願いしましょう。上杉氏はちょっと上品に気取っていった。その態度にはなんだか猫のような陰性の敵意が含まれていた。横沢氏よりもこっちが手強い。そんな気がした。 何をお願いしましょうか。上杉氏はクソ丁寧な口調で横沢氏に尋ねるのである。この人は程度が高いそうですから、嫌な言い方をしやがる、卑劣だ、世の中で一番救われがたい種族の男だ。これがあのおじワーニアを演じて日本一と称賛せられた上杉信介氏の正体か、なってないじゃないか。ファウスト 横沢氏は叫ぶ。がっかりした。桜の園なら自信があったのだけれど、ファウストは苦手だ。第一僕はファウストを通読したことさえない。落第、僕は落第だ。この部分をお願いします。上杉氏は僕にテキストを手渡して、そうして朗読すべき箇所を鉛筆で差し示した。一遍目読して、自信を得てから朗読してください。なんだか意地の悪い言い方だ。 僕は目読した、ワルプルギスの夜のばらしい、メフィストフェレスの言葉だ。そこのじいさん、岩の肋骨を捕まえていないと、あなた、谷底へ吹き落とされてしまいますぜ。霧が立って夜闇の色を濃くしてきた。あの森の木のメキメキ言うのをお聞きなさい。ウめがびっくりして飛び出し上がる。お聞きなさい。とわの緑の宮殿の柱が砕けているのです。 枝がキーキーいって折れる。幹は堂々と大きい音をさせる。根はギュうギュうゴうゴう言う。上を下へとこんがらがって重なり合ってみんな折れて倒れるのです。そしてその屍で覆われている谷の上を風はヒューヒューと吹いて通っています。あなた、あの高いところと遠いところと近いところとにする声が聞こえますかこの山を揺り動かして、 恐ろしい魔法の歌が響いていますね。僕には朗読できません。ざっと目読してみたのだが、このメフィストの囁きは、僕にはひどく不愉快だった。ヒューヒューだのギューギューだの不愉快な擬音ばかり多くて、いかにも悪魔の歌らしく、不健康ないやらしい感じで、とても朗読する気など起こらなかった。落第したっていいんだ。他のところを読みます。 デタラメにテキストをパラパラめくって、ちょっといいところを見つけて、大声で朗読を始めた。第2部、花咲けるのの朝、目覚めたるファウスト。上を見ればどうだ、巨人のような山の頂が、もう晴れがましい時を告げている。あの頂は、後になって俺たちの方へ向いて降りる、ドアの光をまず浴びるのだ。今、アルピの緑にくぼんだ牧場に、 新しい光や鮮やかさが送られる。そしてそれが一段一段と行き渡る。日が出た。惜しいことには俺はすぐ眩しがって背を向ける。染み渡る目の痛みを覚えて。憧れる志が、信頼して努力して最高の願いのところへ到着したとき、ジョージュの扉の開いているのを見たときはこんなものだな。 その時、その永遠なる底の深みから、強すぎる炎がほとばしり出るので、俺たちは驚いて立ち止まる。俺たちは命の松明まつに火を灯そうと思ったのだが、身は火の海に飲まれた。なんという火だ。この燃えたって取り巻くのは、愛か憎みか。喜びと悩みとに恐ろしく変わる変わる襲われて、幼かった昔の薄物に身を包もうとして、 また目を下界に向けるようになるのだ。いいから、日は俺の背後の方に折れ。俺はあの岩の裂け目から落ちてくる滝を次第に面白がって見ている。一段、また一段と落ちてきて、千の流れになり、万の流れになり、飛ばしりを高く空中に上げている。しかしこの荒々しい水のすさびに根ざして、七色の虹の常なき姿が、まあ、 美しく空に横たわっていること。はっきりとしているかと思えば、すぐまた空に散って、匂いある涼しいそよぎをあたりにみなぎらせている。この虹が人間の努力の影だ。あれを見て考えたら、前よりはよくわかるだろう。人生は彩られた影の上にある。うまい 横沢氏は無邪気に褒めてくれた。満点だ二三日中に通知する。筆記試験はないのですか変に拍子抜けがして僕は尋ねた。生意気言うな末席の小柄の俳優、伊勢良一らしい人が矢庭に怒鳴った。君は僕たちを軽蔑しに来たのかいいえ。僕は肝を潰した。だって筆記試験も。 しどろもどろになった。筆記試験は、少し顔を青くして、上杉氏が答えた。時間の都合でしないのです。朗読だけで大抵わかりますから。君に言っておきますが、今からセリフのより好みをするようでは、見込みがありませんよ。俳優の資格として大事なものは、才能ではなくて、やはり人格です。 横沢さんは満点をつけても、僕は、君には0点をつけます。それじゃあ、横沢氏は何も感じないみたいにニヤニヤして、平均50点だ。まあ今日は帰れ。おい、次は4番。4番。僕は軽く一礼して引き下がったのだが、随分得意な気持ちもあった。というのは、上杉氏は僕を非難しているつもりで、 かえって僕の才能を認めていることを告白してしまったからである。大事なものは才能ではなくてやはり人格だ。と言ったが、それでは今の僕に欠けているものは人格で、才能の方は十分ということになるではないか。僕は自分の人格については努力しているし、いつも反省しているつもりだから。その方は人に褒められても、かえってくすぐったいくらいで別段嬉しいとも思わぬし、また、 人に誤解せられ悪口を言われても、まあ見ていなさい、今にわかりますから、というような余裕もあるのだが。才能の方は、これこそ全く天用のもので、いかに努力しても及ばぬ恐ろしいものがあるような気がしているのだ。その才能が僕にある、と日本一の進撃俳優がうっかり折り紙をつけてしまった。ああ、喜ばずと欲するも得ざるなり、しめたものさ、 僕には才能があったのだ。人格はないけれども、才能はあるそうだ。上杉氏には人格の判定はできない。嘘の判定だ。あの人には判定する資格がない。けれどもさすがに、才能についての判定は、横沢氏などよりさらに数段正確なところがあるのではあるまいか。餅は餅屋である。役者の才能は役者でなければわからない。嬉しいことだ。 僕には俳優の才能があるのだそうだ。笑わ,わじと欲するも得ざるなり。今はもう落第したって構わない。それこそ鬼の首でも取ってきたみたいに、僕は意気揚々と家へ帰った。ダメダメ。と僕は兄さんに報告した。見事落第です。なんだバカに嬉しそうな顔をしているじゃないか。ダメなことはないんだろう。いや、ダメなんだ。 義曲朗読は0点だった。0点。兄さんも真面目になった。本当かい人格がダメなんだそうだ。でも、ね、才能は。何をそんなにニヤニヤ笑っているんだ。少し不機嫌になって、0点をもらって喜ぶことはないだろう。ところがあるんだ。 僕は今日の試験の模様を詳しく兄さんに知らせた。旧大だ。兄さんは僕の話を聞き終わってから落ち着いて断定を下した。絶対に落第じゃない。二三日中に合格通知が来るよ。だけど不愉快な劇団だななってないんだ。落第した方が名誉なくらいだ。僕は合格してもあの劇団へは入らないんだ。上杉氏なんかと一緒に勉強するのはまっぴらです。 そうだね。ちょっと厳滅だね。兄さんは寂しそうに笑った。どうだいもう一度斎藤氏のところへ相談に行ってみないかあんな劇団は嫌だと、進むの感じたことを率直に言ってみたらどうだろうどの劇団もみんなあんなものだから、我慢して入れ、と先生が言ったら仕方がない。入るさ。それとも他にまた、いい劇団を紹介してくれるかもしれない。 とにかく試験は受けましたという報告だけでもしておいた方がいい。どうだいうん。気が重かった。斎藤氏はなんだか怖い。今度こそ石棺されそうな気もする。でも行かなければならぬ。行って、お刺し図を受けるより他はないのだ。勇気を出そう。僕は俳優として大いに才能のある男ではなかったか。昨日までの僕とは違うのだ。 自信を持って邁進しよう。一日のロークは一日にて垂れり。今日はなんだかそんな気持ちだ。晩ご飯の後、僕は部屋に閉じこもって、今日一日の長い日記をつける。今日一日で僕はめっきり大人になった。発展という言葉が胸にひしひしと迫ってくる。一個の人間というものは非常に尊いものだ。ということも切実に感じる。